きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、だいぶ疲れてきました。はい。もう今日8本撮り終わりました。今8本目。8本目か。はい、今日1日でね、12本行こうということで。はい。これ12本行ったらもう1ヶ月収録しなくていいんで。はい。気合入れで。そうですね。はい。行きましょう。はい。でももうちょっとここら辺から、はい、もう状況が変わるのが怖いね。1ヶ月、そうなんですよ。3週間後ぐらいだからね、はい、今思ってるやつだからね、はい、でも7月31日がトレード期限だから、うん、まあ、それまでにね出さなきゃいけないんで、もしかしたら今選んだ選手が1軍でいきなりこうグンって活躍してる可能性もなくはないですし、うん、そうほら言ったじゃんっていう。あ、そうですね、うん、この動画はトレードに出した方がいいよっていう選手プラスアルファ、はい、2軍のいい選手を紹介するというそうですね。よくよく考えたら、うん、だからこのトレードに出した方、上げた方がいい選手って、はい、よくよく考えたら2軍で頑張ってる選手を紹介するっていうなんかコーナーになってるね。まあでもそういう選手がこうトレードになる可能性も高い、ね、そうそう、出した方がいいじゃんね、はい、そういった中でも、うん、今日お送りするチームはこちらです。トゥートゥールルトゥートゥートゥータラララタラララ、ちょっとここから長いんで、ジャイアンツ、ジャイアンツ、行け、それ行け、それ行け、巨人軍。これメロディー難しくないですか？でででででででって言ってバク転してるから今。はい、ジャビット。ジャビットじゃないし。あれ？ジャビットバク転してないから。最近しないでしたっけ？最近してないよね、ジャビットバク転。あ、またわかんないです。ガールズがしてるから。ガールズが、うん、もうガールズも運動神経いい子多いですよね。うん、はい、ということで今日はジャイアンツです。ジャイアンツです、はい、巨人はね、はい、もう簡単だった選ぶ、はい、そんな簡単でした？だってもう、はい、まあ、じゃあこの選手ね、まず発表してから説明します、はい、私ちょっと本当に聞かされてないので、はい、はい。第1回トレードに出してあげた方がいい選手、読売、うん、ウィーラー。おー、いやだってよ、出してあげた方がいいじゃん。だってもう1軍は、はいはい、もうウォーカーポランコ。そうなんです。ウォーカーは3割1分2厘、現在ホームラン12本、はい、でポランコが、うん、現在2割7分6厘ホームラン8本、はい、でピッチャーが、うん、シューメーカー、はい、メルセデス、メルセデス、うん、デラロサ、はい、アンドリース、アンドリース、うんうん、もういるからね、はい、だからもう多分使わないじゃんねってなっちゃいますね。ってなったら、はい、ウィーラーなんて欲しいところいっぱいあるから、うん、俺めっちゃ欲しいとこどっか知ってっから。お、あるんですか？あるよ、はい。そんなにもうウィーラーに ラブラブって感じ？今すぐ欲しいっていう。どこだろう？楽天。出戻りですか？欲しいやろ。いや、いたら欲しいです。だってファーストもサードもレフトも守れて、うん、はい、で今マルモレホス外野一人で、はい、ちょっと西川落ちてきて、うん、外国人ウィーラー、はい、いるくない、はい、でしかもギッテンスっていう名のカスティーヨ、はい、カスティーヨっていう名のギッテンスみたいな、はい、またいい試合で怪我したっていうところも ね、はい、あるし、うん、楽天欲しくない？ウィーラー。いや、そうですね、ウィーラーなんてどこでも守れるから、うん、いや欲しいところいっぱいあると思うよ。しかも本当、まあ、楽天を出た時っていうのはなかなかちょっと出番がない時でしたけど、うん、本当に打つし、うん、ちゃんと打つし、守備とかもものすごい体張って、うんうん、ガーンってジャンピングだとなんかこう陽気だね、はい、こうテンションとか、あとヘッドスライディングしたりとかね、ベンチの雰囲気めちゃくちゃ良くなりますから。ってなったら俺はウィーラー今もう出し、うん、もう本人ためにも、はい、いや出してあげた方がいいんちゃうかっていう、欲しい球団いっぱいあるんちゃうかっていう、はい、そうですね、うん、なんかもうベンチに1台ヤクルトとか、ヤクルトとかね、はい、おー、でもヤクルト今ガッチリハマってるじゃないですか。意外ちょっと青木がバタバタして今浜田頑張ってるけど、ね、サンタナ怪我してるんで、はい、いいかなっていうね。そうか、うんうん、あとは阪神とかね、あー、ウィーラーね、はい、とか、あとはソフトバンクも欲しいんちゃう。そうですか。だってどこでも守れるからね。まあそうですね、うん、で、あとは中日とかね、はい、中日いいね、あウィーラー。そうですね、うん、まあ、ビシエド選手が、あとはまあ外野もいけるからね、うん、そうですね、ウィーラー、うんうん、あとオリックスとかね、はい、ウィーラー欲しいんちゃう。そうですね、あ、ウィーラー選手どこでもハマれますね。いや、ハマるハマる。俺はもうウィーラー一応してるのね今、うん、もうしかもチーム状況がね、うん、
持て余してるからね、はい、去年とかはね、うん、本当にあの外国人選手がコロナの影響で途中で帰ったりとか、はい、いきなりねテーブス怪我したりとかっていう、うんところでバタついてウィーラーがね、はい、チームを助けたっていうところもあるけども、うんはい、今年はねもう助ける必要ないからね、はい、そういった意味でも、まあ、俺はいいかなっていうね、うん、だったらでも楽天戻ってきてほしいな、うん、いいでしょ、はい、あとねもう一人います、うん、はいビエラです。あ外国人2人いきます。いやいっぱいいるからだって。あ使わないんだったら大勢がさ、はい、もう守護神になっちゃったじゃんね、うんそうですね、うん、で守護神いらないじゃんね、うん、ってなった時に、はい、まあ現状ね、うん、リーグが平内大勢鍵谷、桑原戸田菊池が右 で高梨今村がね、はい、左っていうんでデラロサいたけどね、うん、ちょっとデラロサやらかしちゃってね、はい、っていうところもあるし、うん、でウォーカーポランコメルセデスシューメーカーアンドリュースリエタラもう入れれないからね。そうですね外国人ねピッチャー、うん、もうその枠の問題で登録できないですもんね、うん、で大勢いるからね、はい、まあスワレス欲しいとこあるんじゃない。確かにそうですね、うん、いいよ今2軍でも防御率1点だ、はい、ストライクさえ入ればもう最強です。外国人選手もウィーラー選手もトレードで巨人行きましたけど、うん、その選手の意思関係なくトレードって外国人選手もできるものなんですか。だって2軍にいるぐらいだったらトレードされて1軍に行った方がいいじゃん。そっか、だって2軍だよ。はい、だって浜さんもだってすごい、じゃあもしすごいでっかいテレビ局にいて、はい、全然メディアの前立たされないでアナウンサーしばらんに裏でディレクターみたいな仕事ばっかりさせられて、はい、であトレード来てるけど行くって言ってあっちはなんかメインで使ってくれるんだって言ったら行きたいよ。いや行きます行きます全然行くんですけど外国人選手そういうのが契約上とかなあれ。でも自分がだってうんって言えば行けるじゃん。あそういうことか、うん、最後はね、はい、なんかあったとしても最後は自分が行きたいって言ったら行けるんだもん。そうか、で外国人選手もトレードはできるんですもん、ね、しかもいいからね、はい、俺はいいんちゃうかっていう。うーんあとまだいんのよ。はい、あまだいるんですか。桜井俊樹7年目28歳。うん、まあ、2軍ではねいい形で、はい、防御率 2.96 17試合投げて4勝です。はい、まあ、だってもう1軍じゃ呼ばれないからね。結構毎年こう出てるイメージは。そうそうそう、あ頑張ってるんだけど、まあ、定着できないから、はい、やっぱそのジャイアンツだから定着できない可能性もあるしね、うん、太田大成みたいな可能性もあるからね。そうですね、そういった意味では欲しいところどうぞっていうね、うん、はい、あとは高木京介ね、左防御率 2.38、はい、11試合登板ね、うんうん、いや左もね今村と高梨が行ってるから、はい、でまあなかなかチャンス高木もないじゃんね、うん、で高橋勇気今2軍いるけどね、はい、左っていう部分ではね、うんうんうん、大江流星投手とかもいるしな、うん、そうそう大江とかもいるしね、はい、だからで最近若手のね赤星とか山崎とかね堀田とかも出てきてるし、うん、っていうところを考えて平内も今一軍いてね、うん、若いピッチャー結構こう売り出しの人出てきましたからね、うん、だから桜井高木京介っていうところもね、うん、チーム違ったらバッていく可能性あるから、ね、はい、そういった意味では俺はいいんちゃうかなっていうね。そうか、高木京介選手が今年33、うんうん、桜井投手は29か、うん、大勢のやっぱ一番後ろがハマったっていうところが、ね、はい、もうあそこはちょっともう、ね、うん、変わるというよりは、まあ、うん、しかもね怪我しないように、うん、はい、2連戦投げたら休みとかね、うん、そこら辺はまだ新人だから、はい、怪我しないようにいい形のね、うん、マネージメントして、はい、行ってるっていうのもあるしね。セーブ数すごいもんな、うん、あれ当たるね俺ん新人を当たっちゃうんだ俺。ああれ1位大勢投手でした。そうですけど、あれそうですけど、こちらの動画ご覧ください。はい、当たっちゃうんだ俺。え、もうちょっと大勢投手いきそうですね。ちょっと当たっちゃうね、見る目あるからね。ちょっとそうですね、うん、はい、まあ、でも巨人はやっぱここ若手がね、うん、頑張ったっていうところで、はい、あとはまあね毎年なんだけど頑張ってるのは石川ね、石川慎吾、はい、2軍で3割以上とね、はい、まあ、頑張ってるね。でも今の状況じゃチャンスないんでね、うん、やっぱ1軍っていうところではね。でもこの4選手はまあいいんじゃないのかなっていう、ね、はい、いやーちょっとウィーラー選手、俺ウィーラー本当にいいと思うよ。うん、まあ、ちょっと外国人の都合上使えないからね、うん、そういった意味ではトレード出していい選手を取ってくるっていうのも、だからパ・リーグ相手になると思うんだよ、はい、まあ、セ・リーグ同士は難しいんで、うん、パ・リーグ相手になると、まあ、楽天とかね、はい、いいんちゃうかっていうね。ウィーラーコーチャーがまた見たいですよ。だからウィーラーと鎌田とか、はい、ウィーラーと岡島とか、はい、岡島選手さっき名前挙げてないですけど言っちゃいますでもまあ釣り合うかなっていう。あ、そうですね、うんうん、岡島選手も去年すごかったけどな、うん、
うわそのだってウィーラーと渡れんじゃん、手元に立っちゃうからお互い手元に立っちゃうからね。まあ、でもそれは可能性もまあ面白いけどね、渡辺も打ってるからね、はい、2分ですごい打ってますからね、そう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 、うん、まあ、そういった意味で、まあ、今一押しウィーラー、はい、ウィーラーいいですね、はい、うん、はい、いいですか、もう、はい、大丈夫です、応援歌は大丈夫ですか、応援歌大丈夫です、はい、